くだされ。元やり川は危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。越方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞。いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公。民これを慕えども公は志村の勢いを妬めり。修行を取り戻さんとて公は志村に謀反して、あまたの武者が相発る。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒されるなれど、堺の助くれば志村乱を鎮め、時より公を滅ぼせり。松子の意地で時より公苔の下よりよみがえり、志村を討たんとキス。いまだ元槍川の社には時より公への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死。時より公の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか？この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと？怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れると言います。どうすれば見つかる？怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。気をつけて。槍川の民は堺家への恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては。怨霊への供物か。槍川の怨霊を祀った社、誰か参ったのか？平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので息の根を止めてください。流民の野営のことだ。堺様、何かご用ですか？平太郎はおるか？ここに。何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を？猛虎の患者だからさ。毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。猛虎に通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。訳を聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ？以前道で賊に襲われた時、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓？誰のものだ？藤次郎のものです。俺の
あれでして、こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営の者は特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば？有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。ノブ、さあ。音量に当てて誰かが文を残したな。猛虎は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。お助けを。なぜ怨霊に頼るのだ。馬までも殺したのか。盾か。技量がなくては倒せぬ相手。島の者だ。なぜこの者らも殺した。助けて、出してください。落ち着け、鍵を開ける。ここで何が。本領が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ芝の者も犠牲に。こいつら人を売ってたんです。もうよい、行け。それでは。おそらく怨霊は次の社に向かったな。ここにも社がある。文がないということはすでに怨霊に読まれたか。争い近い。どこかに隙間があるはずだ。長いこと使われておるようだが、槍川家の旗がある。槍川の武士の兜。社に備えられていたものだ。額ある者が書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。槍川家の武士に生き残りがいた。正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。ここにも供物が。酒井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬酒井仁を金剛の庭に招き入れ、死に様を見せてください。俺を殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい終わらせる。
怨霊が駆けていきました。金剛力士の像、ここに違いない。社だ。だが怨霊は俺に当ててある。槍川の怨霊に取り殺されろ。お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風、その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手、何者だ。乱を生き延びた武士の娘か。皆死に絶えた。ここはもう死者の国だ。誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが酒井家と志村家の死を望んでいる。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため、我が安らぎを与えるのだ。その動き見切った。お前も槍川で死ね。何をしている。見極めておる。これで終わりだ。違う、死ぬのはお前だ。早い。まんまと現れよって。お前は腕が立つが、怒りのあまり真の敵を見誤ったが、フンヌの舞はもらい受けた。正しく使わせてもらうぞ。急ぎ戻ったぞ。久しいな、ユリ。お疲れのようで。飯の支度を。飯は結構だ。猛虎勢が村を通ったはずだが、変わりはないか。毒が来たのに私が追い払いました。父上の鎧を取りに戻った。コモダではお使いにならなかったのに。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。さあこちらへ。体が重い。太一に取ってこさせましょう。墓地にいるはずです。そこで何を。土を鳴らし毒草の世話をさせています。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。
志村様はご送検で。ああ、猛虎に捕らえられていたが、お救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸す者は。おるぞ、政子殿だ。まあ、幼き頃からおのこと稽古していましたからね。いつか子細を聞かせてくれ。政子様だけですか。他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか。ああ、いまだにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。酒井様、お戻りで。急ぎなのだ。百合の世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。俺は墓に参ろう。あと解いて。玉のを消えて遠ければ我の身一人残りおるなり。鎧は中にあります。そうか、助かった。参加。どうした。いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり。出てこい卑怯者め。中へ入れ。加減はせんぞ。死ね。
そこらの犬か。ユリ、怪我はないか。島の民よ、また槍川が面倒なことに。槍川の反乱は二昔も前、あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも、あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の木へ参ろう。ええ、ぜひ。毒草を育てていると言ったな。ネズミよけでございます。量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうなのだ、強力な毒はひどいものです。うん。ああ殿、しばし座りましょう。酒井の者は毒など使いません。猛虎と戦った酒井がいようか。使える手立ては使わねば、これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。唐国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。どうだユリ、良き心を失われますな。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきた身です。断れましょうか。まずは筒の素材がいるな。ああ、それならば川下の辻に足が生えていました。昔足を束ねて小さな船を作りましたね。龍蔵とな、ひもすがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心、あそこには猛虎の野営がありますゆえ。案ずるな、足を取ってすぐに戻る。さあさあ、早く足を。ユリの言う通り、猛虎の先陣だ。Нэг олох ёстой. Энэ тэр самурай бололтой. Алнаа төрдөг. Ямар нэг юм харуу. Юм алга. Ой, өдөөг их чи харна. Вкиёсоо да. Юри ни тодогео. А, тадас. お一人で。ユリ。若様、失礼いたしました。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。
吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。どうぞ。薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も獅子をも殺す強さです。猛虎を殺せる強さにしてくれ。若様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたな。あの子馬で。若様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。志村様を殺めかけたのですよ。何？確か三つか四つの頃、志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した。叔父上の目を打ったのであったな。志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。ご座と焚き火、野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では毒草を集めましょう。休んでおれ。俺が摘もう。種は毒です。食べないで。子供扱いはするな。失礼を。お母上に花を贈られましたね。母上は綺麗に飾ってくださったな。それで十分。こちらへお持ちください。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り、身を砕き、糊状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるかと。できました。この道で合ってるのか。母さんの野営がこの若様、誰か。九郎の目、どうか自信を。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いとは、老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか。全く落ち着きのないお方。もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし素材は何だったでしょう。思い出してくれ。役に立ちそうだ。いい子だ、ノブ。赤くて落ち葉？いえ、花びらがあった。あ、お花だ。違う。若様、何か召し上がります？飯は結構だ。だが毒がいる。何から作るのか教えてくれ。花でございます。覚えておいででしょ。私が墓所で育てていた花。
掃除したのは覚えている。父上に何度も水を汲みに行かされた。鍛えていらっしゃったのですよ。お体と祖先を敬う心を、花を覚えていらっしゃいませんか。彼岸花か。そうでした。十分な量があればネズミを狂わせるような毒を作れます。お互いを殺し合う恐ろしい毒を。大義のためだ。人にも効く強さにしてくれ。若様がそれほどおっしゃるなら、どこで花を詰めるかよく覚えております。行きましょう。この森覚えがある。子供の時に来たような。お母上の末後に。母の死を受け止めきれずこの森へ逃げてきたのだ。お母上はここがお好きでしたから。日暮れまでずっと母を探したが見つからず迷子になった。三日も行方をくらませて、お父上が見つけた時は虫の息。父上はお怒りであったな。若様を守れなかったことへの怒りですよ。幾度も戦場に立たれたお父上が、あの時ばかりは一人息子を案じてどうしない、よもすがらご捜索を。もうすぐ墓所に着きます。お父上がクロードのことを聞かれたら、叔父上のように咎めるであろう。さようでしょうか。殿曰く志村様は頭が固すぎて本質を見極められないお方だと。殿は心が豊かでした。心が豊か。父上が若様も同じでございます。待て。死者を汚すとは。ここにいろ。払いましたか。ああ、彼岸花を探してよいぞ。どうしてここで探すのです。お主が植えたのであろう。ああ、ここではありませんでした。はあ、久しぶりなもので。他の墓所でしょう。大場君のご一族のすぐ近くです。
ユリ、覚えておるか。確か俺が6つの頃、この森の悪夢を見たことがあった。夢ではありませんよ。怯えていらっしゃったので嘘をつきました。まことか？男が叫んでおったな。あの夜、従者と館に戻っていたところ、賊に襲われたのです。賊とは穏やかではないな。従者は震えておったろう。ええ、ですが殿のお姿に。父上に？なぜだ。老頭と共に賊を追い払ったのですが、すぐさまお一人で追いかけられて、その後遠くから悲鳴が。夜明け前にお戻りになられた時は全身が血まみれ、殿をもののけと見まがう者もおったほどです。この湖に見覚えは？よく座禅をしに来たな。落ち着かなくて。お前は岩になれと申したが、俺は泳ぎたくてな。岸からの眺めは格別です。若様、こちらへ。この老体を休ませてください。今じゃ騒がしいのは私の方ですね。この湖には良き思い出がたくさん詰まっております。騒ぐこの相手との？母君が若様を身ごもっていらした折、よく散歩に。そろそろ行かねば。元服されてもまだ岩にはなれるのですね。また座禅に来よう、戦の後で。ええ、若様。そろそろ墓です。幼い頃は長い道のりだと思ったが。なんということ。墓を壊した上、先達の魂まで怪我しおって。早く花をお集めください。見ておられません。黄泉にいるおばうえも嘆いておられよ。槍川の乱で死んだ勇士らの墓に、かような仕打ちとは。これぎりしかなかった。毒をこしらえるには十分ですが、これでお別れと思うと。志村家の墓所が近いな。滝の見えるところです。さあ参りましょう。忠様、楽しき遠出にございます。忠と言ったか。私が乗馬姿がそっくりですから。父上と出かけておったのか。馬の乗り方を教わっただけです。前方猛虎がおる。お待ちを。毒をこしらえてみましょう。どのような毒だ。恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ。急げ。毒ができました。こちらを。私はここに。Thank you.
센 내게 못했어. 이야기 없으면 야치도 세. しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。武士の模範にもな。猛虎が去った後、この毒は無用、すべて捨てる。 미쳤나? 오이! 얼모! 으아! 자! 자! 으아! 자! 으아! ではないモーコだ。あら、ここからでは見えませんでした。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ。見てみよう。ユリ、疲れたか。大事ありません。 あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ。俺ではないぞ。大昔のことですから、お忘れなのでしょう。戦火を免れたのですね。若様、覚えていますか。ここに眠る志村家のご先祖を供養した後、午後には和歌を読みましたね。 ああ、覚えておるとも。一つ読まれては。終始着。 水ならで、聖あるものは全て犬とは。お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、たけき者も必ず滅びる。近江に戻ろう。 私は残ります。行っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと正様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです。志村様は。確かに。
決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中、大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ。動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。もう一つだけご一緒したいところがございます。また後ほど。失礼を。風が冷とうございまして。ユリ、病か。まさか、とんでもない。赤島に参ろう。クスシがおる。他に参るべき地がございます。どこだ。近くにございます。クスシのもとへはその後に参りましょう。わかった。だが病ならば進路を赤島に変えるぞ。承知いたしました。相変わらずお厳しいこと。参りたいとはどこのことだ。それは言えないのか。秘密にございます。どこなんだ。ほら、ついてこられます。ユリ、せくな。覚えがありますか。確か湯の近くであったな。ほら、あそこ。近くに参りましょうか。なんと美しいこと。ああ。なぜここに。あ、お怒りですか。お連れすべきではなかったのですね。下せぬだけだ。ああ、見てはおられぬのです。ご家族のことで悲しみに暮れるあなた様のお姿を。ユリ、どうした。いえ、いえ、何でも、ええ、大事ございません。いつ飯を食った。確か昨日かと。ここにいろ、何か取ってくる。子供扱いは嫌です。頼むユリ、しばし休め。承知しました。ほんとお優しいこと。すぐに戻る。獣がおればよいが。獅子だ。ユリが待っておるな。食わせてやろう。ユリ、ユリ、馬がおらぬ。いずこへ。粉と薬草、この先だな。ユリの馬だ。近くにおる。ユリ。ああ、飛ん
ユリ、怪我は？いいえ、道にその迷ってしまいました。どうしたのだ？亡き母が手を振っていたのが見えて追いかけたのですが。村に戻ろう。いや、母の墓に参らねばならないのです。それはならぬ。どうか、これまで仰せつけを守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう、無理はするでないぞ。恩に来ます。ん？母に連れられてよくここに参りました。植物の知識もここで。それで母親の姿をほどなくつきます。墓どころ？ああ、我が一族のものです。ただし様、あれは病の若様を抱えてあなた様が私のもとにいらっしゃった夜のこと。奥方様が亡くなった後でした。ただし様、いかがなされました？聞いておる。母直伝の煎じ薬を若様に飲ませ、一晩中そばにおりましたでしょう。私の手を握りながら、覚えておいでですか？ああ、覚えておる。あの時若様が苦しむ中、悲しみを覚える一方で嬉しい気持ちでございました。浅ましい女でございましょう。いや、若様の病が癒えた後、あなた様から馬を習い、あの温泉に行きましたね。赤々ともゆる夕日が目の前に広がり、私はとても。申してみろ。私はとても幸せでございました。何が見えますか？金田の木。いつも城におられますね。確かにな。多くのお勤めでお忙しくて、共に過ごした楽しい時もなお物足りなく思うのです。あれは櫛の寺、塔が見える。よく詣に参っております。殿と若様と家族のために。良き乳母を持って陣は下方者だ。槍川への道がよく見えるぞ。あの戦のせいで全ての家が不幸になりました。そなたには何が見える？ユリ、休むがいい。
は我らの周りにある。栄えた者もやがて滅びる。あたかも風の前の塵のように。